感じです。中林さあとの4曲、ここまでは茅森そして中林が満願の上がりをものにし、大輔久人が宝珠に回っています。さあとの4曲、ドラは3番です。ちょっと苦しいけどペイと白統一仕掛けてきますかね。久人ですね、はい、どちらも役牌赤ウーピンがある、仕掛けそうですけどね。仕掛けるなら本一行く手もありますよね。ああ三層からだ、はい、これはもうピンズは払うんじゃないですか。はい、はい、CP 払っていく、厄介2組生かしていこうということですね、はい、今日はちょっと前がかってる選手が多いからペイもハクも泣けるかもしれませんね。そうですね、そういった読みもあるかもしれないですね。はい、中林さんは順調、両面は先に見しました、そうですね、これも両面3つの両シャンテンで手が進んでいくごとに、まあ、アンパイを切り出していくような格好になるでしょう、はい、ドラの3番も使いたいですね。そうですね、ドラの3番使えたら2差しまでか、一応いいシャンテン、うん、はい、小型点圧のために3番引っ張って、まあ、でもこれ両面引いたらドラ切って両面のリッチですよね。打つと思います、はい、例えばイーソーとか引いても打つと思いますよ。打ちますね、はい、待ちがいいんで、はい、3番どこまで引っ張るかですけどね。両番が2枚見えちゃったんで、確かにちょっと価値は落ちてますね、はい、あ、これで3枚見えた。次のアンパイぐらいで買えそうですね。これはさあ大輔両層引いて、おお、ここは3層切りましたか。789を見て1通もちょっと見てます、いろいろ見てますね。1通と789か、ペンチーマン引いてきた茅森、うん、いや久人全然ツモが噛み合わない、ドラ引き、これは嬉しい、嬉しいですね。ここでリリース、うわこっちも引いたよ、うわすごい、茅森さんが一番いい点だったかもしれない。そうですね、ドラーかいいシャンテン、テンパイ、あこれはどうする、ツモギルまであるな、想像には感触ないと思うんでね。運送の方行った、運送しましたね。確かに想像高すぎですね。さあ白が泣けた、ただこれ白が出るということはですよ、はい、茅森だっていい手になってる、赤馬も切ってますからね。間違いないです。おお来た、お今度はあの運送切って1回テンパイ外したんですけど戻ってきた運送ですね、はい、で官老層でリーチ、うん、これは、はい、やっぱりあの元々の官老層で安いあの押さえつけみたいなのが不満だったと思うんですね。テンパイですよ。さあ今日の茅森は攻めして親の大輔に真っ向勝負。さあ久人もチーだ、まだいいシャンテンですよ。久人さんも頑張る。まだでもねこの官老層なんと3山、うわこのサブローピンがローピンが1枚で、あでも4枚いるんじゃないですか。あ3ピン3枚ありますね、うん、持たれてる以外全部ある。あローソク食いながれた一発も、うわでテンパイだ。中林さんはただねあんまり向かう価値がない手なんですよね。ウーマンは久人と茅森には通りそうですよ。うん、リーチもあるし待ちいいし行くかっていう今思考中ですね。これはでも想図が結構高い。これ降りた、ここはもう無理に加わり行かなかったですね。はい、いや大好き一発もの、うわー来た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 、二軒リーチに裸の王様佐々木久人、トンタンキは誰も持ってないんですけど飛んだ、すげー何これ、俺が本当の攻めの王様鈴木大輔、俺の攻撃を見たか、本一役役ちゃんた涼しい顔して8000点、茅森と鈴木大輔のリーチをかいくぐった得意のタンキ、裸短期久人、今のちょっとやばくないですか。やばすぎますね。